マクスウェル山とは、近世のイシュタル大陸にある山海である。標高は1 1トルであり、近世の最高峰である。イシュタル大陸に位置し、二つの主要な高台のさらに、北にあるマクスウェル山の標高は1 1トルである。また、ラクシュミー高原の東へ向かって、約6 4キロメートルの堀坂になっていて、全長が、 約8 5 3トル幅が7 0 0トルになっている。西側斜面は非常に急だが、東側斜面はホルトゥーナテッセラに向かって緩やかになっている。このため、最高地点は金星の表面において一番寒く、気圧が低い。ラクシミー高原山くウえる山のような山脈の起源は、議論となっている。ある一節では、 金星の内部からの物質粒気による厚いプリウムによって形成されたとする一方で他説では惑星内面に物質が加工する形でこの地域が全側面から圧縮されたものとも言われている。幅広いヨネと谷で形成されたマクスウェル山とホルトゥーナテッセラは圧縮によって形成された地形であると示されていて並列している粒気や谷は 後の外縁的な断層によって途切れているとされる。ラクシミー高原周辺の他の圧縮型山地と比べて、マクスウェル山の極端な高さは地形の形成がかなり複雑であることを示唆している。マクスウェル山の大部分は高い高度、かつ金帽子において一般的な明るいレーダー反射を持つが、この現象は鉱物あるいは金属物質を含む雪に起因すると思われる。初期は、 高鉄鉱やテルルと考えられたが、近年では、ナマリュウカと竜火ビスマスであるという説が唱えられている。レーダーによる、金星大気圏の高級的かつ厚い雲やその下の表面の観測が行われてきた。1967年には、プエルトリコのアレシボ電波望遠鏡を使って、金星の最高地点が見出され、マックスウェル山と命名した。1978年、 宇宙探査機パイオニアビーナス1号が金星周回軌道に入り金星表面の電波観測を試みた。この観測で初めて金星表面の地形図が作成されることになり同時にマックスウェル山が金星表面の標高平均値以上の最高地点であることが確認された。山の名前は数学者かつ物理学者で 金星表面のレーダー観測に使われる電波の存在を理論的に予測したジェームズ・クラーク・マクスウェルにちなんでいる。通常、金星の地形は女性や女神の名前にちなむ命名がなされるが、この山やアルファレジオ、ベータレジオは名素が異なる3つの例になっている。マクスウェルさんはトーマス・ゴールドの求めにより1970年にレイ・ユルゲンスによって命名され、 1976年から1979年の間に国際天文学連合の惑星システム命名ワーキンググループによって承認された。ありがとうございます。